大帝国を築き上げたチンギスハーンの死後、フラグがイラン地域に国を建てるなど、子孫たちは相次いで各地にモンゴル人国家を建設していきました。しかし14世紀に入るといくつかの地方政権に分裂し弱体化していきました。それを再び統一したのがティムールです。彼はサマルカンドを都とする帝国を築きました。しかし15世紀末になるとその勢力も衰えて分裂状態に陥り、トルコ系遊牧民のウズベク族に滅ぼされました。その後イランの地ではサファビー朝が起こります。16世紀初頭に建国され、建国当時の首都はタブリーズでした。第5代のアッバース1世の治世に最盛期を迎えましたが、その後1722年アフガン人が首都を占領し、これが滅亡のきっかけとなりました。7世紀のササン朝滅亡の後、長らくアラブ、トルコ、モンゴルなど異民族の支配下にあったイランでは、16世紀の初めアゼルバイジャン地方から神秘主義教団の指導者イスマーイール1世によってサファビー朝が起こり、現在まで続くイラン国家の基礎が打ち立てられました。サファビー朝は建国時より西隣のオスマン帝国に対抗してシーア派を国教とし、古代以来王を意味するシャーという称号を用いたりなどしてイラン人の民族意識の高揚に努めました。サファビー朝が最盛期を迎えたのはアッバース1世の治世です。この時イランの建築工芸は極めて高度な発達を遂げ、宗教でも独自の神学が完成されました。アッバース1世が首都と定めたイスファハーンは世界の半分と呼ばれるほどの繁栄を享受し、壮麗なモスクや庭園で飾られました。チンギスハンの第2子チャガタイがアルマリコを都として建てたチャガタイ汗国は14世紀に入ると東西に分裂し、西チャガタイ汗国はその混乱から台頭したモンゴル系の豪族ティムールによって滅亡させられました。ティムール帝国はサマルカンドを都としてイランに入り、イルハン国を滅ぼし、1402年アンカラの戦いでバヤジット1世の率いるオスマン帝国を撃破しました。その後ティムールは東方遠征に出ましたが、その途中で病に倒れ死亡しました。その後シャールフや天文学で名高いウルグベクと全盛期は続きますが、1500年ウズベク族の侵入により滅亡してしまいました。ササン朝ペルシャの滅亡後、異民族に支配されていたイランに16世紀の初め民族王朝であるサファビー朝が成立しました。サファビー朝はシーア派を国教とし、伝統的な称号のシャーを復活し、その最盛期の第5代アッバース1世の時代にはオスマン帝国からアゼルバイジャンとイラクの一部を奪還し、ポルトガル人をホルムズ島から駆逐しました。彼は新しい都のイスファハーンを建設し、そこにイマームモスクが作られました。その後18世紀前半、アフガン人の侵入により滅亡してしまいました。サファビー朝の滅亡後、イランではナーディルシャーによるアフシャール朝やゼンド朝が続きましたが、ゼンド朝が都を置いたテヘランはその後のカージャール朝、20世紀初めに成立したパフレディ朝の首都ともなりました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。